来年も再来年も日程で野球部は続きますので、いいものチームにいい影響を与えられるものを残して1年間終えれればなと思うので、まずは春優勝して2期連続優勝できるように、そういった過程が来年のチームにもつながっていくと思うので、そういったものを残せればなと、キャプテン、副キャプテンを中心に一緒になってチームとしていいチームを作り上げていきたいと思ってます。まず結果を出すことの難しさを改めて感じました。振り返ってみると、今までも自分に厳しくやってきたつもりだったんですけど、まだまだ厳しさが足りずに、もっと考えた上で練習をしていかないといけないなって。今のチームはまだまだ甘さが出て厳しさが足りないところがまだあるので、まずは自分から厳しさを求めて日頃生活した上で、そしたらみんなも見てくれてると思うんで、自分が厳しい道を選んだ姿を見てみんなを鼓舞していけるように。今年1年は投手として成長することができた1年だと思っています。特にマックス150キロ更新したり、5冠と3冠風できたっていうことは自分にとって良かったなと思っています。チームとしてはリーグ優勝、日本一を目指して、個人としては最優秀投手、首位打者を取れるように頑張りたいと思います。昨シーズンは春秋と悔しい結果に終わってしまって、その中で、負ける悔しさと勝つために何が必要なのかっていうのは、知ることができたシーズンだったと思います。終盤での粘り負けやプレッシャーのかかる場面でのミスなどが目立って負ける試合が多かったので、練習の中から自分たちで、厳しさを持ってやることと、ミスや練習に対して絶対妥協しないっていうところは日々の練習からしっかりやっていきたいと思います。200人を超える部員がいて、メンバーだけじゃなく200人を超える部員がしっかりコミュニケーションを取って、全員で勝ちを目指せるようなチームを作っていきたいと思います。目標は日本一です。そこしか目指してません。チームとしては日本一を目指して、日本一です。全員で日本一。